ポルトガル軍の海軍だ。え、さあ4枚あるよ。わすごい。おやつって書いてあった。そぼろにも若干見えるんですけど、ひよこひよこ、さっきさ、さっきさ、ドンドンドンドドーン、出来上がりました。ポルトガル軍の24時間分です。48枚のクラッカー、チョコレート、サバ、塩焼きオイル、ツナオイル、ミックスナッツ、塩、アプリコットジャム、リンゴジュース、ティッシュ、スポーツドリンク、コーヒー、オリエンタルチキン、ひよこ豆と子羊、エネルギーゲル、アメガムです。うまそうです。すごいわ。スパイスがすごい匂いのするチキンになってます。さあ、それではいただきます。いただいちゃいましょう。よし、うん、半分にいたしました。はい、半分ずつなって3分の1ぐらいだねそうですね。それでもうこれだから綺麗に寄せましたね。そう、切られたんだ。綺麗に寄せたんですよ、たまたま。あ、そう。ちょっとね色ちげんっすよ。さっきよくよく思い返したキャッカーと違うやつ出たじゃん。これでも色が違うだけで夏の森と冬の森っていう肌の色のパターンある。ああ、そういうことね、うん、焼けた時と焼けた時、うん、そのパターンあるから。いや、これ違うわ。こっちが甘いもん、匂いが。よし、じゃあ行ってみよう、うん、早速。じゃあまず、はい、夏の森。夏の森行ってみ。焼けしないです。どうですか、夏森。あ、これもミルククラッカー的なやつじゃないですかね。うん、でこっちの方がちょっと匂い甘いですよ。こっちの方が、冬森。すごい塩気もないような。そうなんだ。あるよ。白い森。うん。違う。こっちの方がしょっぱい。しょっぱいっていうか塩っ気ある、こっちの方が。こっちが我々が知ってるクラッカーです。うん、なるほど。こっちはそのクッキー寄りの醤油甘。あ、こっちが塩なんだ。へ、うん、そうなんだ。おいも、あれだな。こっちが日本で食うクラッカーに近い、しっかり塩味。なるほど。だからもう本当、沢口靖子さんとリッツパーティーできるぐらい。ちょっと塩っ気。本当？うん。そのぐらいの塩気？うん。沢口靖子さんもじゃあ食べてる可能性はあります？あります。いや、海軍の、戦艦の先頭に立ってるんですね。はい、面白いですけどね、安子さんいたらね。はい、つまりそんな感じで。ミックス、はい、ミックスナッツ。塩っ気あるのなんてない、ないね。うん、なんかちょっと、思ったより薄かったな。なるほど。うん。これつけてみましょう。あんず2連チャンですね。あ、そうっすね。前の糧食もだけど。あんず多いわ、ほんと、世界は。どっちもありますよ。これはまあ、スタンダードな。うん。アプリカーツ。うん。さばいきますか。美味しそうっすよ。普通に。塩さば。サバ焼き、うん、いただきます。はい、これはうまそうです、うん、サバです。お、うん、オイル漬けですよね。オイル漬け、サバのオイル漬け、塩の、はいですね、もうちょっと甘くても塩か。これで塩か。 1g。 うまいわ、小野さん、これサバうまい。すげえ普通にしっかりしてる。塩焼きのサバよ。ほんとスーパーのお弁当に入ってるかのごとくの、あれですよ。あ、これだ。お、決まった。丸ー。ありがとうございます。ゴールですよ、これ。もうこれで。なんでカズさんなんだ。ポルトガルに対して。カズも所属してなかったですけど、ね。ちょっと行きましょうか、ツナ。内臓なのかな。血合いの部分を砕いてんじゃないですかね。こんなでかいツナ、なかなか缶詰に入ってないですよね。これ、うん、でかい部分行きますか。こんなに焼いてんのかな、やっぱ。さっきなんか。燻製っぽいような香りですか。うん。普通のシーチキンじゃないよ。焼いてあるやつが入ってる。あ、じゃ、だから茶色いんじゃない。これ焼いてある。ほんとだ。うん、美味しい。これうまいぞ。これポルトガルのレベルすごいわ。うん、あちょっと困るんですよ。なんで。うまいと、リアクションが。うまいと。美味しいんだって、もう国を代表してるんですから。これうまいよ、小野さん。もうありがとうございます。じゃあお下げいたします。ありがとうございました。これも、いや、でも絶対下げない。まま、どういうこと。何が起きた。下げるわ。びっくりして。まだ食べてる途中でしょうかって言おうと思った。言おうとしたら、うん、ツナが引っかかりました。あ、これも美味しいですよ。焼いてあえて崩したみたいな、うん、香ばしいんだね。いや、めちゃくちゃうまいぞ、これ。焦げというか、うん、すげえうまい。香ばしさが、おにぎりにも入れれる。おお、気に入っていただいて。あ、うまっ。ありがとうございます。あとでご請求差し上げます。うん、もうこれはしゃあない。認めるよ。なんでだよ。認めるよ。いや、認めちゃいかんよ。今まで食った魚で一番うまい。今まで逆に。今まで食った魚で一番うまい。おい、北海道。おい、北海道。いや、内陸だから。そっか。内陸だから。じゃがいもだけよ。じゃがいもか。次行きますか。じゃあ行きましょう。豆を、かわいらしいですね。これがひよこ。子羊のね。とひよこ豆。うん。はい。豆です。豆。子羊。子羊いきます。
うん、思ったよりでも薄いかもしれないです。じゃあ戦闘糧食なのに最初からしょっぱめではないっていう、全然しょっぱくない、味を追求しますね、うん、あ、味覚に敏感って言ってたもんね。味覚に鈍感ですけど、他の国だとね、しょっぱいのについてくるからね。ポルトガルは本当に薄いんだね。ここまでもう上げてくると、うん、この手の出汁の色ってよく見ますよね、うん、ほぼほぼこの色ですよね。これ森家の料理で一番近いので言うと何ですか。肉じゃがあれ前も言ってなかったっけそれ。肉じゃがじゃない、もうこの手のやつって、これ塩りたらうまいわ。ありがとうございます。これうまそう。うまい、これいっちゃうよ。よし、じゃあこれ出てよ。あ、出てよじゃん、出たよこれ。でかいもん。オリエンタルチキン、オリエンタルチキン、肉からいっちゃう。あとね、米も入る、うん、いただきます。ん、あれこれあれ、ジャンバラヤ、スパイスなご飯。でもね、これこれも塩いた方がうまいっすよ。お、全体的に調整できるんですよ、うん、薄い、大、いや、これもうまそうです。人参とちょっと豆だけど、しっかり野菜も入ってる、珍しいですよ。あ、これだ。決まりました。決まりました。先生、止まりませんね。俺多分今までで一番うまい、全部で。今あれだよ、クリスティアーノ・ロナウドもめっちゃ喜んでるよ今、うん。クリスティアーノ・ロナウドは申し訳ないけど食べたことない。いやいや、冷たいな、冷たいな、譲れや。だね、マジで、うん、衝撃を受けてるな。もうマジ一番うまいぞ今まで。何個ぐらいって、10個ぐらいは食ったかな私も。今までで一番うまいかもしれない、うん、全部。あ、これはすごいっす。コーヒーいただきます。普通、ありがとうございますこれは間違いない。これでね、ザビエルも、ね、いや、もう喜んでます。はい、喜んでますこれが今森さんの気持ちですか。もうこんなんですよ。どうも、フランシスコ・ザビエルの頭を借りました、貝原雄山こと小野寺でございます。うん、なんでそんなことしたんだ。さあ、それでは、いただこう。なんでそんなことしたの、なんでそんなことしたの。そうだよね、宗教的にああいうヘアスタイルでしょ。マジで、そうなの。そうだよ、だからザビエルはだってもうすっごい角刈りだったんだけど、ちょっと真ん中やってくれっていう。角刈りだったの。そうだよ、それは嘘だ、ね、やってくれっていう。うち角刈りしかやってねえんだから、もうバーバーでも、きっちりかっちりも。だけどもう買ってくれっつんだから、本当にそう、本当そう。遺伝じゃねえんだいや、だってわざとあれにする。遺伝だったらごめんなさい。だって備えたらあれだよ、武士は武士でここだからね、ここ剃っちゃうんだから。さあ、それではいただこう。いっちゃおう。すんげえ量だからね。すごい量、なかなかね、こんなには、うん、いただきます、うん、どうぞ。うん、スワーズうまい。スワーズの前に、うん、ごめん、うん、いらないのよ、邪魔なのよ、使わしてよ。ナイフとフォーク憧れてんだから使わしてよ。もう今日家で肉焼きなさい、いきなりステーキいきなさい使わしてよ。使わんおいぞ、クラッカーは。うまい、うまい。しっかりね、塩はしっとり感というか、なんかサックサクじゃないよね。ああ、そうそうね、ちょっと水分がある、うん、なんかうまいクラッカーですね、うん、塩の方で言うと、うん、髪の匂いが入ってるとこもないし、うん、冬の森。おい、冬じゃないね、黒いね。ギザギザついてるからしっかり傷つくからね、ほら、ね、でここで切れ目を入れて、うん、こうやんな、ほらほらほら、弱い弱い、型抜き弱い弱い、黒い方、うん、あ、うまい、うん、こっちザクザク軽い、なんかただ甘いだけじゃないっすよね、なんかコクを感じるというか、うん、キャラメルのような、お、ただただ砂糖じゃんね、うん、うまい。感じましたか。うん、私も同じこと言おうとしてましたよ。なんだって、まさか。そうです、私が感覚泥棒です。さっきなんで言わねえんだこれそこまで思わなかったんですよもしかしたら黒さがキャラメルをやってる、うん、と ね茶色というか。なるほど、なるほど。うまい、これうめえんですよ。ナッツだ。これもうどっちもレーズンだね、多分ね。さっきアプリコットかなって言ったけど、結構酸味ある、うん、こうビリッとくるぐらい酸味しっかりしてるね、うん、あ、これしっかりうまくない。おう、なんだろう、ウイスキーの匂いじゃないけど、ウイスキーのタルコのような。あ、そうですか。すげえうまくない、これ。うまい、うまいっすよ。ね、うまい。カシューナッツと、うん、ピーナッツ。うん。うん。塩全くない。あ、ナッツ類体にいいですもんね。これだったらもう自衛隊もね、欲しいですよね。うん、乾燥したちょっと小袋。あ、そうないか。さあ、来ましたよ、使うときが。うわー、いいね。よし、あー、これないと食えんわ。こうやってな、つけてな。ありがてー。ポルトガル、行ってきます。うん、行ってらっしゃい。勉強します。うん、行ってらっしゃい。だろ？めっちゃうまいね。だから多分歴代で、歴代今まで食ってきたシーチキンで一番うまいかもしれない。これはだから焼いてるよね。焼いてるね。うん。なんか焼き目というか、うん、ね、ほらほらほら、見て。ここ、うわぁ、いいね。マグロをまず焼いた後に砕いてます。うん、そうなんだよ。で、さらにこう、細かいミンチの部分、うんうん、もしかしたら油強い部分をミンチにしてる、うんうん。うまい。なんかね、燻製かのような焼いた、その皮の、うん、
三枚焼いたね、あのパリッとしたあの皮のね、はいはい、表面のあるパリッというあのジューシーな香ばしさ、なるほどね、あの部分のこう、うん、香ばしい焼けた匂いがね、こう油漬けになってなおくる、そう、うまいです、うまい、あうまい、うん、何これ、いや、やっぱナイフとフォークいらんねえ、いらないって言ったじゃん、柔らかい、ずっとやってんだから、ずっと、失礼しました、焼いた、あの本当日本の居酒屋さんで頼む、うん、あのマグロの釜焼きみたいな、ああの、はい、ね、パリッと焼けた、うん、そこを脂身を結構あるとこ、こう、うん、ガブッといった塩、もうシンプルにこれ塩オイル、いっぱいあるじゃん、いろんなツナ缶、うん、ツナ缶ね、多分一番うまいんじゃない、何ポルトガルめちゃめちゃいいの食べてる、マジでうまいっすよ、サバイゴー、これはね、これでしょ今日はね、まあ、サバぐらいしかないって、もし切るとしたらね、ギコギコギコ、はい、ね、戦場ではこうしております、あれだな、多分むさちゃん真ん中、真ん中だよ、絶対これだ、ギコ、うん、ギコギコ、これしかないはず、はい、もうあのナイフのお仕事終わりました、終了です、間違ってもクラッカーでないですよ、いやこれやっぱロマンチストなのよ、これは、いやいや、わざわざつけるの、乾パンでこれやってんのよ、ランチを、いただきます、うん、なるほど、すごい肉厚で、うん、なんならちょっとやね、ちゃんと油も入りもあるね、うんうん、シンプルに塩油、うまいんです、こっちよりちょっと塩薄い、確かにね、ポルトガルの塩、こうやってね、いえ、もこみちか、これだからロマンチストだから、いえ、ロマンチストじゃないの、別に、いきます、うん、いけば、どうや、うまい、塩油、あー、なんかもうプールサイドにいる気分になってきた、いえ、サバで、うん、サバで、うまへん、すまへん、すまへん、すまへんもよくわからんけど、何や、すまへんって、すんまへんって何よ、言わねえか、言わない、絶対言わない、もうロマンチストですんまへんはもう最悪よアプリコット、よいしょ、あ、はい、他の国と同じようなアプリコット、うん、めっちゃ甘くした蜂蜜飴、はい、梅、梅みたいな、梅、さあそれでは子羊タイムだ、はい、このメインディッシュをね、でかいの、でかいの残しておきましたからね、ちゃんと子羊高い、高い、高い味、なるほど、子羊の、うん、柔らかいんだけど赤身とちゃんとこう、なんて言うんだろうな、うん、脂身の部分のこのブロック肉がとろける、うん、そして歯ごたえも赤身はしっかりあって、味もトマトちょっと入った、うん、あれだよね、シチュー的な感じですね、あ、まあそうだね、うん、とひよこ豆が、うん、とあの人参が甘くないビーフシチューっていうような、そうだ、ね、うん、肉だしと野菜の蜜、これね、洋食とは思えないほどの薄さ、うん、かなり薄い、そうね、そうね、ただ旨味はすごい、うまい、そうそうそう、それいっちゃう、ちょっと塩いきます、いいね、いいね、もこみちはカメラ上げなきゃいけない、もこみちはでし、あ、ほら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 、無理してロマンチストじゃないのバレたでしょ、ロマンチストなんですよ、しっかりこう油もあるし、ひよこ豆もある、完璧だぜこれ、うん、これもしもだよ、危なかった、うん、あのザビエルさんは危なかった、うんうん、子羊のこのシチュー、うん、あの日本に伝来してきてたら、うん、ザビエルさんは日本を乗っ取れたよね、それの力はあったんじゃないかと、うん、これ持ってきた、うん、ちょっとみんな食べてよって言ったら、うん、うまいじゃんと、うん、ちょっともうちょっと食べさせてよと、はい、ザビエルがいい、ちょっとそれはちょっとあのね、うん、それはあるじゃないですか、いいいい、そしたら時の将軍様もこれ食ったら、ちょっとザビエル嫌な感じだね大変失礼しましたこれ持ってきちゃってたら、うん、ちょっと歴史というかザビエルが将軍になっちゃってるっていうパターンはある、うまい、ニンニクとオリーブオイル、うん、あとはもう煮込みに煮込んだ肉だしとコンソメとかトマト入ってですかね、はい、結構でも似てる味はあのフランス軍とかでも子羊のシチューってあったんですけど、あ、そうですか、めちゃくちゃ似てる、フランスも、うん、よし、オリエンタルチキン、こちらオリエンタルチキンです、うん、肉と、まあ、米いただきます、やばいな、めちゃくちゃうまい、うん、いや、うまいんだよ、めちゃくちゃうまいっすよ、うん、あ、干しぶどうさえも入ってるから、ね、あ、そう、干しぶどうっすか、あのね、スパイスがしっかり効いてて、うん、もうギリギリカレーじゃないっていう感じだよね、あー、はいはい、あれだよね、タンドリーチキン、ジャンバレアジャンバレア、ジャンバレア、ジャンバレアよね、昆布みかんの葉でしたっけ、うん、なんかそういう香りもするのかな、なんかあの、ええ、柑橘の葉、苦い葉のような、うんうん、香りとか、鶏肉もね、しっかりね、でかいです、うん、でかい、米がね、ふやけてんのになぜかうまい、うん、あっちの食べ方なのかな、あ、リゾットか、そう、最初にふやけてんのか、あっちはこれも塩、ね、そう、だからやっぱ全体的にちょっと薄めなんで、塩だけ薄い、でもしっかりうまい、うん、これピーマンなんですかね、すっげえいい仕事してないですか、うん、いや、してる、できるやつだ、すんげえ野菜の味をブワーって出して、うん、辛くはないんですけど、ちょっとだけピリッと、うん、店出せるよ、うん、いや、出せる出せる、ポルトガル海軍の方、うん、店出せる、出せる、このままやっちゃって、まんまね、このままやっちゃって、うん、まんまね、これでも危ないよ、これもし、うん、ザビルさんが、うん、
ま、宗教的なものを日本に持ってきたわけなんですけど、ま、ポルトガル人モタザビルさんね、あの持ってきてたら、うん、やばいやばい、大阪の商人食いっぱぐれるよ、うん、食の台所は全部これになってたよ。あ、そういうことね。もう危ない、うん、やっぱこう食べさせたら、うん、え、何このスパイス、え、食べたことないよ、え、食べたことないよって言ったら、いや、うん、それはもうこれ以上は食べさせない、うん、なるほど、うん、それがそうなのか、うん、やっぱごめんね、ザビルさん嫌な感じに見えるんです。あ、ザビルフォロワーの皆さん大変申し訳ございませんでした。忘れました、すみません、はい、ザビルフォロワーの方ってそんなのあるんですか。いや、あんだけ有名人だったらいいんですよ。あ、そうか、ザビルいるか、今も多分なるほどね、大変申し訳ございません。フランシスコ・ザビエール、うん、そのぐらい美味しいのを伝来してたら、持ってかれたらっていうぐらいのカレー店できてる。どうなんだろうね。でもだからあの当時の人はやっぱ醤油団子が限界だろ。なめんなよなめんなよ、多分醤油団子が限界ってなんだ。醤油団子が一番うまいだろ、あの人たちは。今度あれだよ、お侍さんのフォロワーからそっちやられるよ、うん、醤油団子が一番だろ、あの人たち。なめんなよ、昔の人たちは。芋柄だろ。うまいじゃねえか今頃。ダメだよ。いや、うまいよ。いや、うまいけど。もうびっくりした。うまいけども。森尾さんのもう先祖だってもうそれ食べてんだから、うん。いや、うちの先祖はもうあれですよ。オリエンタルチキンですよ。おい。いただこう。オレンジな、まあ、失礼します。はずむずみだよね。ちょっとエネルギー感じてきます。うん、ゲル、ゲル。エネルギーゲルか。どう？うわ、これ。何何？これ。何何？わかんないわかんない。予想。全然違う味が。うわうわ、あの袋でジュッて、うん、やるもんではない。煮詰めたリポビタン D とオロナミン C を混ぜて、うん、生姜入れた味する。甘いし、生姜、風に効きそう。やっぱその匂いだったんだ。これ生姜すごいよ。これやっぱじゃあ喉にいいんじゃない。めっちゃいい、うん、お湯で溶きたい。なるほどね。味はそういうことだろうな。でもこれ日本に持ってきてたらね、うん、これでちょっと歴史変わったよ。あの関ヶ原の変わってばっかりやないか。あんな秋の季節も声の通りのいい大名たちが、うん、なるほどね、イエスを攻めて、ね、スポーツドリンク、あの普通にちょっと今のバラバラってなんすか。あいいの、ゆっくりいいのよ。甘くない CC レモン、あレモンだからね、うん、結構酸っぱいレモンの香りして。なるほど。あ、あれだ、ポカリスエットが一番うめえんだよって言って飲むべきは森さんでしたね。あ、いや、いいんです、失礼しました。ほんのり甘いぐらいの炭酸抜いたシシレモンのやつ。いいんですかこれ2個目も。いいですよ。あんま見ないよ日本でこれ。あ、なんかあれでも昔こんなんなかったっしたっけ、この形。ああ、アップルジュース、うんうんうん、これはまあ間違いない。アップルジュースこれ一番まずかったら面白いな。うん、普通にめちゃめちゃうまい。これ 100% の味する。うん、そんな感じ。お、最後にこちらザビエルの痕跡、うん、うまい、うん、私好き。それのパターンのやつ、そうですね、うん、ビターね、甘さは、まあ甘さはあるけど、そのミルクな感じが控えめな、うんうん、はいはい、うん、うまい、うんうん、最後に、お手拭き。あ、はい、なんだべ、薄いアルコールみてえな匂いする。あんまりなんか特に香水、クリスティアン・ロナウド的に香水なのかなと思って。ロナウドさん香水めっちゃつけてそう。めちゃめちゃ振ってそう。薄いレモンのような匂いする。はい、ということで森尾さんがね、あの驚嘆する、うん、のも分かる。いや、そうでしょ、これはうまかったっす。もうこの焼いたやつからも新しい発見をさせていただくね、日本食というか日本にも通ずる、はいはい、分かる味ばっかりでした。うん、うまかったです。おい、評価額発表させていただきます。お願いします。セントレスク24時間分、はい、160万円。おお、小野寺さん、ありがとうございました。小野寺さん、はい、小野寺さん、ん、珍しく同意。惜しい、言ったね。これはもう160万です。160万だね、これは。これは、疑うようじゃありません。ないね。私は、4年かけて160万貯めて、うん、これを買います。すごい、これぐらい、ちょっとうまかったっすね。2020年で一番うまかったな。うん、じゃあ分かった。俺、おろしとくわ。おろしとくから。おろしといてよ。うん、で、うん、納車するわ。うん、で、俺、その日スーツだから。そうよ、ちゃんと、うん。で、サインしてちゃんと、ベンツ買うぐらいのノリでちゃんと来てよ。わかりました、うん、160万円、うん、間違いありません。うわ、はい、食べ終わりましたけれども、はい、それでは最後に、私このなんかね板状でしたガム、板もめ、はい、私はじゃあこの飴をね。お、飴、これは多分そうですよね、白い乳白色。いただきます。はかだ、あ、はか、うん、こっちのガムね、すんげえなんかもちもちする、お餅みたいなガム。餅なんじゃない。見た、飴は飴だったわ。ツイッターインスタやっております。どこかの検索フォローお願いします。
チャンネル登録あります。お願いします。届けポルトガルにだな。防災もあります。ポルトガルの方、いかがでしょうか。ぜひね。また食べたいと思います。ありがとうございました。よいしょ。でもこれ日本に持ってきてたらね、うん、これでちょっと歴史変わったよ。あの関ヶ原の変わってばっかりやないか。これあの関ヶ原のね、うん、ザビさんが家康側じゃない方、うん、石田三成、戸様大名の方にこれ渡してたら、うん、ちょっと家康さん側は危ないよ。すげえもうだムキムキ、うん、喉も潤っ、もう声の通りのいい大名たちが、うん、もううわーって来てたよ。なるほどね。家康を攻めてるね。これあったらザビエルが調子いい方がいいからね。やばいやばい、これザビエル伝えてたらやばい。やばい。いやじゃああれだね、はい、結果持ち込んでこなくてよかったね。いや持ち込まれてたらもう我々も生まれてないんだから。危ない、それは歴史は変わってる。そうよ、もしかしたら、いや歴史変わってても僕は違うところで、うん、財閥で生まれてっていうパターンあったかもしれないですけど、おい、はい、そういうこと言うなって。4兄弟の末っ子で生まれろって。はい、カップラーメン隠されたぐらいで怒って。いやそうよ、いいんですかそれで。いい、俺も財閥のあれだったら、おいそういうこと言うなって。なんだよそういうこと言うなよ。いや、冷えた飯しか食ったことないのよ。そういうこと言うなって。嘘つけよ。冷えた飯、北海道で冷えた飯。いや、ほんと。お前ち屋根あんのか、屋根。屋根ないよ、もう。あれや。今度実家移してやる。屋根ねえんだから。いや、やめろ。そういう移し方や。